足がすごいむくんでる。なんでこんなに作業場が大荒れかというと、スパンコールですね。スパンコールをね、裁断する機会ってなかなかないんだけど、なかなかないで全然いいと思うんだよね。てかこれ合ってるよね。なんかファーだと、毛足を切るんだよね。これは色が変わる系のやつ。手もパンパン。だってもう1時だもん。しんどいよ。切っていくんだけど、この状態で私がカメラを持っていたらとってもじゃないけどできない。という感じで一旦切ります。怖っ。大丈夫。いつも両手で押さえてやってるからな。片手ではやってはいけません。多分外れたしね今。ゴールをさ、切る機会なんてないわけですよね。ああ。押さえてね、切らなきゃいけないんですよ、本当。私がしていることは邪道でございます。結構裁断って何、汗かく。マジで汗かく。なんか足とか力んじゃうわけですよ。なんでかわかんないけど。お、切れた？切れました。切れたと思ったらすげえさ、すげえな。これをみんなに伝えたい。伝えたくてしょうがなくて動画を回しちゃったわけよ。出てくるのこれ。終わったんですけど、やばい状態ですね。お部屋が本当にどうしたらいいかわからないの。でももう1時なの。もう寝たいけど、掃除機かけたいけど、かけていいのかなっていう感じなんですよ。もうこれどうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。わかんないよね。とりあえずしまいたい。見て。多分ね、パン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 って出てくるから、とりあえず、袋にしまう。もうね、これ以上、スパンコールを飛び散るな！って感じで。やっていきたいんですけど、えぐいんだって本当に。どうしよう。どうしたらいいの？床にもすごい落ちてるの。ミシンとか、
スパンコールだらけじゃんっていう気持ちなんですよね。私とっても辛いのよね今。これ初めてだよこんな。掃除機かけたら彼氏が起きそうだけど、ちょっとこれは申し訳ないでございます。今日祭壇やりたかったのね。祭壇でも裏地もあるんだけど、裏地やって寝ようかな。掃除機かけて裏地切って寝ます。なんか明日会議だから、会議の提案みたいなやんなきゃいけないな。でも辞めたいんですよね会社。どうしたら辞めれるのかなってすごい相談したの今日。見てキラ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 だよ。これ全部ゴミだよ、ゴミだよ。絶対怒られるよ。なんでこんな汚いの。まあ怒らないけどね。カレピッピは基本優しいんですよ。めったに怒らないけど、このめったに怒った時のめったがめっちゃ怖い。めっちゃ怖いです。足の裏がすごいスパンコール、もう体中きらめかせてるから今。やばいって見て、プラズマクラスターえぐいて、CM です。これは CM です。あ、めちゃめちゃ動くね。全然取れない時があるよ。ダイソンどういうこと。ちょっとだるいからちゃんとかけます。